ここ変なな話話があるんんだよてていいう話をね聞いてどういう話なんすかどういういこと起きてるんですかそれは怖い話なんですかっら怖いとこじゃなくて不思議なんだけどそこの古民家あのーま,あまあまあその辺でね人がまあ住んでる今古民家カフェとかあるでしょああいう感じのいい感じの古い店なのね店じゃない家なのね それカフェとしての利用してるそういうんじゃなくて普通の家なんだけどそこの家にね10年以上前あたりから何かが出てくるんだって <laughs> 何か出るって怖えんじゃねえかなと思ってたらそうじゃないんだよってそこの台所でそこの主人が、ね、あの料理作ってるんだってねで一人暮らしで まあまあ料理作ってると服の後ろ側をフッフッフッって引っ張られるんだってねえっと思って後ろ見たら猿がいるんだってあれってどっから入ってきたんだろうと思ってほで、ね、すぐねあのおっとばしてどんどんどんあのー、ね玄関の方なんかに行ったりしてそのうちねなんやかんやしないうちにいなくなっちゃうんっていうんだよ 出ちゃったんすかそれは,そ,れはそうじゃないのいなくなるんだよ。えー、それは実物のあれですよね。実際にいるものですよね。だと思うけど、家に住んでるんかもしんないなんていう話をね。それであの、聞いて、あー、結局それは猿だっていうことで断定されたんですけどわかんねえんだよって。とある日はなーって。 お風呂入ってるだろうって。お風呂入ってるとって、お風呂のドアのところの間からずっとこっち見てるんだよって。それは見えてるんですかって。もう、猿だよって。で、お風呂自分が上がるまでそこで待ってるんだって。で、お風呂上がって体拭いて着替えてるうちにスススってどっか行っちゃって、またいなくなっちゃうのって。で、ある日に玄関にね、 玄関っていうか、まあ、玄関出たところの、あのー、靴の砂を落とすようなとこあるでしょあ,あそこに、あのー、よくわかんない、お札じゃないけど、誰が置いたのかもわかんない。変なものが置いてあったんだって。それには何が書いてあるかもわかんない。殴り書きみたいな何、何字というか何かわかんないもんがあったんだけど、まあ、それ見て気持ち悪いなと思って、打ち合っちゃったんだってね。こんなん、ねえ、いたずらだろうみたいな、そういうんだったんだろうね。 その日以降、猿が出なくなったって言うんだよね。それはなんか関係あるんですかねって言ったら、まあわかんないけど、あんなんね、持ってときたなしって、すぐね、捨てちゃったよ、なんて言って。で、後日なんだけど、ある時に、全く同じような紙がそこに置かれたっつうか、まあ捨ててられ、捨てられるってれうのておかしいやな、ね、人んちの前まで来てな。 置いてあるんだったよねその紙をとりあえず持ってきて家の中持ち帰ってテーブルのところに置いといたなってそれいつものように夜ご飯を作ってるときに後ろに猿が出てくるんだって「おら!」って「久しぶりにお前来たな」なんて言ってる間れとこ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 行って奥の方行っちゃって家いなくなっちゃうなってその時に確認してちょっとうんと思ったのが 部屋のどこを調べてててもも窓とか何も開いてないなんだって部屋の中にじゃあ猿がいるんかってまあ探そうものなら何もいないんだって <laughs> その札みたいなんって今もあるんですかさあるよってあその額縁に入ってるだろう額縁入れてるんですねうそうだ飾るっていう体でもないんだけどって1人暮らしだからさーって ああいうね動物がいた方がいいだろうってそれ動物なんすよねたらいなくなっちゃうけどねって笑いながら言ってたけどちょっと結構笑えないんだけどねそんなのね今も来るんすか先々週あたりに見たけどってフローバーでいなくなっちゃったからってもう詮索するのやめたんだって言うんだよねあ毎日来るわけじゃないんすねって そうなんだよって。1週間に一、二回に来るみたいな感じでって。現在進行形で、猿が来てるみたいな。ちょ俺も見たいなって言ったら、いいよ、いつでも来てって。泊まりきないねなんて言われたから、ちょっと行きたいんだけど、ね、ちょっと時間、時間がないんですよねってって、まあ、会う日でこっち来るで、ね、死ねスポットの撮影もあるんでね、なんてあの。バケ地蔵なんて行きたいんですよ、なんつったら、あるね、なんて。そう。ね、そいつ、まあ、そのスタジオの友達と、 あのそのそスタジオの知り合いのおっさんだから、そうあのもしだったら一緒に来ますよなんて言って帰ってきたけど、怖いとかそういうんじゃないんだけど、なんか不思議な猿が出るって意味が分かんないよね。ちょっとね、機会があったら行って,行ってはみたいよね。未だに出続けてるってうか、どっから来たら、どっから来てどっかに消えるみたいなね、どこに行くのか分かんないみたいなね。 そう某ゲームのねあのケフカみたいなね感じで謎なあれなんだけどちょっと楽しみにしてます。